Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. うちみたいな繊維出身の商社が帝国製鉄に出入りを許可されようと思ったら、男芸者に徹して話せる奴らと認めてもらうところからしか道は開けないんです。でも生きさんが入社してくださって、僕の計画が一歩前に進みました。君の計画？男芸者はいつまでもやってられませんよ。僕には近畿商事でやりたい仕事があるんです。どんなことなんだね。まあ、それはいずれ。リスクが高くて会社は絶対反対するようなことですが、近畿商事にとっても日本の将来にとっても必要なことなんです。だから僕は本当に嬉しいです。生きさんのように大きな視野に立って物を見、考える人が入社してくださって、ぜひ僕の力になってください。